カール・ビルトは、スウェーデンの政治家、外交官。1986年から1999年まで、保守的自由主義政党であるオーン、ケ検討の党首を務め、この間、1991年から1994年に、スウェーデンの首相を務めた。首相辞任後はユーゴスラビアを中心とする、バルカン半島問題解決に動き、初代ボスニア・ヘルツェゴビナ上級代表や、 国際連合事務総長特別代表を務めた。スウェーデンのハンランド県、ハルムスタットに生まれた。成果は、古い貴族の家系である。第五代スウェーデン首相のギールス・ビルト・ギルス・ビルトは、高祖父の父にあたる。このような環境にあって、ビルトも早くから政治に目覚め、学生時代に、中道右派の学生組織である、自由恩恵学生連盟フリーモデレートスチューデント、 リーグの議長を務めた。1979年の総選挙で初当選。1980年代前半は野党議員として外交問題に関する論客として注目を集め、スウェーデン社会民主労働党を率いるオロフ・パルメ首相に論争を挑んだ。1986年、ウルフ・アデルソン、ウルフ・アデルソンの公認として恩検党党首に選出される。 1991年総選挙で社会民主労働党を下し、恩憲党など中道右派四党で連立政権を作り、首相に就任した。ビルト政権は内政面では長期にわたった社会民主労働党による幸福思考負担を修正し、スウェーデン経済を自由化するとともに、外交面では社会民主労働党政権に引き続いて欧州連合加盟を目指した。 1994年6月23日、ギリシャコルフ島で開催された欧州首脳会議で、スウェーデンの EU 加盟が決定し、翌1995年スウェーデンは EU に正式加盟した。国内の自由化では、教育バウチャー制の導入や、通信、エネルギー分野の市場自由化、社会福祉分野での公的企業の民営化などが実施された。 1992年11月スウェーデンクローナは通貨危機に陥り金融は混乱する。社会民主労働党との協議でクローナの切り上げが実施され事態はとりあえず収集された。1994年の総選挙ではオケ検討は議席数を増やしたものの連立与党全体では議席を減らし社会民主労働党に敗れたためビルト内閣は総辞職した。 1999年に恩賢党党首を辞任し、公認にボールンドグレンが選ばれた。首相辞任後のビルトは外交に主眼を置いた。特に旧ユーゴスラビアを中心とするバルカン諸国の対立に対して調停者として活発に活動した。1995年6月から欧州連合級、ユーゴスラビア特別代表、1995年11月デートン平和会議。 共同議長、1995年12月から、ボスニア紛争の直後、1997年6月まで、ボスニア・ヘルツェゴビナ上級代表として、ボスニア兵に尽力した。1999年から2001年まで、バルカン諸国における、国連事務総長特別代表を務めた。2006年10月6日、フレドリック・ラインフェルト内閣に、外務大臣として入閣する。 ビルトの入閣は首相経験者であり、ラインフェルトと以前から対立していたことから多少の驚きを持ってみられた。ありがとうございます。